こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オーシャンバンド、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。スイートウェイ、前に行きそうです。ヤシュマン、それに続いています。さらにはオーシャンバンド、13番エンドエベレスト、その後ろトロピカルダイヤ、後方に控えました。前に戻りましょう。オーシャンバンド、先手を取りました。すぐ後ろにマッハソロン、さらにはエンドエベレスト、その隣にヤシュマン、その横にサンライトアイランド、スターメロディ。この馬もこのグループ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。前に戻りましょう。スイートウェイ、先手を取りました。オーシャンバンド、それに続いています。オレンジの帽子マッハソロン、その後ろこれに続いてヤシュマン、並んで13番エンドエベレスト、内からはスターメロディ、ジェイドドーター、すぐ後ろその後ろにスピードウィングス、メジロドーベル、後ろからその隣にシスターイージー、少し開いてシーサンダース、しんがりからトロピカルダイヤ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はスイートウェイ、まだ粘っています。マッハソロン、ほとんど差がありません。オーシャンバンド、3番手メジロドーベル、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。先頭変わってマッハソロン、マッハソロン先頭、残り 200m、 マッハソロン先頭だ。しかし残りわずか、マッハソロン粘る、一気にメジロドーベル、メジロドーベル、もう一伸び、メジロドーベル、メジロドーベル、1着、2着にはどうやらマッハソロン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。メジロドーベル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはランドピール、ダッシュジャイアント。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してシリウスウェル、花に立ちます。その後ろからはワイルドラッシュ、この馬も上がっていく構えです。さらにはダッシュジャイアント、7番スマイルスパーク、その後ろ先頭に戻りましょう。先手を取ったのはスマイルスパーク、すぐ後ろにチリウスウェル、その外からビクタークーリー、内からはワイルドラッシュ、その隣にダッシュジャイアント、その横にランドピール、メンズエクスクルーシブ、すぐ後ろその隣にバブルトワイニング、その横にサファイアタフネス。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。この辺りで先頭が変わりました。ビクタークーリー、ワイルドラッシュ、ほとんど差がありません。スマイルスパーク、3番手名声オペラ、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭変わってワイルドラッシュ、あと 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。ランドピール必死に追う、ビクタークーリー迫る、ワイルドラッシュ先頭だ。ワイルドラッシュ、ワイルドラッシュ、一着、二着にはどうやら名声オペラ、勝ったのはワイルドラッシュ、見事な勝利です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ケープクロス、好スタートを切りました。プラウドリーフ、この馬も好スタートを切りました。ストーミーソニア、前に行きそうです。
プラウドリーフ、それに続いています。さらにはフェイスフルサン、2番ケープクロス、その後ろシルバーペイトリアーク、後方からもう一度先頭から先手を取ったのはプラウドリーフ、並んで6番フェイスフルサン、ストーミーソニア、この馬もこのグループ、すぐ後ろにライアファン、並んで11番クリス・ザ・ベンチャー、すぐ後ろにファイト&パワー、その隣にビームス・オブ・バース、その横にエア・エクスプレス。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはストーミーソニア、ケープクロス、この馬もこのグループ、すぐ隣にフェイスフルサン、ライアファン、すぐ後ろ黒の帽子プラウドリーフ、その後ろ河内大王、好位をキープ、その外にクリス・ザ・ベンチャー、黄色の帽子マイト&パワー、その後ろ 1000m を通過しました。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、先手を取ったのはストーミーソニア、すぐ隣にケープクロス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この辺りで先頭が変わりました。フェイスフルサン、ストーミーソニア、ほとんど差がありません。河内大王いい位置です。先頭を捉えにかかります。ここで先頭変わりました。先頭はケープクロス、差はほとんどありません。あと 200m、 フェイスフルサン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。シルバーペイトリアーク、大外から一気にサンライズプロテクター、シルバーペイトリアーク、シルバーペイトリアーク、1着、2着にはどうやらサンライズプロテクター、勝ったのはシルバーペイトリアーク、見事な勝利です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。アスコットフェアリー、前に行きそうです。ムータティール、それに続いています。さらにはシェーンジュピター、6番シャープダディー、その後ろマジックパーティー、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはアスコットフェアリー、その外からムータティール、その外にシェーンジュピター、ブレイズウェザー、そのうちに続いています。その外にグラスタイヤフェア、サドンスタイル、そのうちに続いています。内からはディバインアリーナ、グラスワンダー、後ろから内からはマジックパーティー、最後方にスピードアピール、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはファントムジュピタ、前はファントムジュピタ、セカンドエンパイア、ほとんど差がありません。サイドキャンドル、3番手グラスワンダー、いい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。ここで先頭変わりました。先頭はセカンドエンパイア、セカンドエンパイア先頭、あと 200m、 先頭はグラスワンダー、キングオブキングス、必死に追いすがります。2番手はキングオブキングス、先頭はグラスワンダー、1着でゴールイン、グラスワンダー1着、2着はキングオブキングス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。グラスワンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
馬主調教師騎手全てのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の鶴丸剛、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。セイウンスカイ、好スタートを切りました。ボールドエンペラー、この馬も好スタートを切りました。やはり予想通り花に立ったのはセイウンスカイ、続いてアグネスドゥライン、さらにはケアレスコング、15番ボールドエンペラー、その後ろ鶴丸剛、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はセイウンスカイ、短期の逃げに持ち込みたいところ、赤の帽子アグネスドゥライン、その後ろその外に林メドウ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のセイウンスカイ、現在先団に取り付いています。では前の方から先手を取ったのは林メドウ、7番セイウンスカイ、2番手を追走しています。その隣にケアレスコング、その横にアグネスドゥライン、 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。先頭はセイウンスカイ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。林メドウすぐ後ろ、その後ろにアグネスドゥライン、その後ろからはケアレスコング、オレンジの帽子エモシオン、その後ろアヤスアゲイン、そのうちに続いています。各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として7番セイウンスカイ、セイウンスカイさらにリードを広げます。2番手は林メドウ、アグネスドゥライン、3番手府中の直線526m、ここからが勝負。セイウンスカイ先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手は林メドウ、林メドウ必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 セイウンスカイ先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はエイシンビーム、セイウンスカイ独走、セイウンスカイぶっちぎりです。セイウンスカイ1着、2着は微妙です。セイウンスカイ2冠達成、あとは秋の菊花賞のみ、夢の3冠まであと一歩に迫りました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭は優勢トップラン、優勢トップラン先頭です。引き離しにかかりました。2番手はダイワテキサス、あと 200m、 優勢トップラン先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。優勢トップラン今ゴールイン、段違いの強さです。優勢トップラン1着、2着はエリモシック、優勢トップラン見事な勝利です。
ー。